大竹紳士、高誘力。火曜日の担当はフリーライターの武田哲也さんです。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にあのオープニングの夢の話がひどくてすいません。いやいやそうです。今ちょっと春菜さんと話したんですけど。おれさ乗っけ乗ってないところで言ってるんですからもう昼ご飯食べたからこれひどい話だな。すいませんちょっとね気づっちゃってね本当お母さんも聞いてるのでそうですよねすいません。いやいやいや。 しょうがないよねしょうがないですよねいい話でもないんですけどね神宮外苑の樹木伐採という話をしたいんですがこの神宮外苑の再開発というのが問題視されてまして先週の9日に東京都の都市計画審議会というところで賛成多数で承認されてしまったんですけどこの再開発に伴って900本近くの樹木が 伐採されるという見通しになっておりまして。うん、まあ、あの国立から、まあ、あのいちょう並木のあたりにかけて。うん、そして、まあ、まあ、いちょう並木が残るんですけどね。うん、あの神宮が、神宮球場とまあ父の。秩父の宮ラグビー場を建て替えるとか、うん、まあ、場所を入れ替えてですね。うん、それプラス商業施設、えー、オフィスの入る高さ。185メートルと190メートルの二つの複合ビルなどなどの。 高層建築が計画されていると。うんうん、地図見たら一丁南寄りギリギリ残して二四六から入ってくるとその左側だよね。うん、そうですね。左側が、うん、あのそのなんか変えちゃうんでしょ。変えちゃう。<あ>うん、いやさあ、もっとこういや二四六近くでもうあんなに心が休まる場所は。ええ なかったわけよ、俺にとって、あ他の人にとっても、東京のど真ん中で暮らしてる、生活してる人は本当にそうでしょうけれども、左側の高速道路から出てきたところのしだれ桜がね、結構あるところがあるの、何本かぶってるだよ。で、見たら、そこもどうやら行っちゃうらしいね。とにかくイチョウナムキは残すっていうことで、景観を保つっていうふうに言ってるんですけど。 でも実際はその再開発エリアにあるですね、うん、1900本の半数近くが伐採され伐、うん、採されまして、うんまあ、樹齢100年級クラスのクスノキとかケヤキの大木も多く含まれると、うん、そもそもこの神宮外苑っていうのはどういうところかというとこれはもう明治神宮外苑のウェブサイトというところに、うんまあ、外苑創建の趣旨っていうのがきっちり書かれてまして、うんえー、明治天皇とその皇后昭憲皇太后のご遺徳を長く後世に伝えるために、うん、全国民からの寄付金と 建木青年団による勤労奉仕によって、うんえー、諸々ができましたと、はい、まあ大正15年1926年10月に、うんえー、できていると、うん、まあ非常に歴史のある場所であるし何よりまあ国民の寄付によって作られて献金によってお金が、うん、事業が動いてそして木も植えられて、うんうん、そしてまあ多くの、まあ、奉仕活動ボランティアによって工事にあたって約3000本が木が植えられたと。で結果的にこの地域が まあ風知地区というのに、うん、まあ日本で初めて指定された場所になっていて、風知地区って何,て何かっていうと、この都心において良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため、風知の維持が必要な地区ということで、高さ15メートルを超える建物は建てられないっていうようなまあ開発の規制がされてたんですけれども、これが取っ払われて、なぜ取っ払われたかっていうと、東京オリンピックの 主たる会場として新国立競技場を建て替えるという話になったときにあの高さ制限を8 0ルにするという規制緩和を行って開発が再開されたと。これ、外苑の再開発がもうまあ先日来話題になってますけどまあすでにもうだいぶ変わってしまってましてまあ大竹さんの元にも今地図をお渡ししましたけど2014年と2020年の地図を比べてもですねもうだいぶ変わっちゃってるんですよね。いやだから 俺あれで終わりだと思ってたんだよあれはもう始まりでしたね。俺あれで終わってこっちがギリギリ残ったなとまだギリギリ行こえるじゃないと思ってたんだよそしたらあれ終わりじゃないんだよ終わりじゃないんですよびっくりしちゃったよかつてその明治公園日本青年館そして霞岡アパートっていうのがあったところが今は うん、亡くなくっっててしまオリンピックスタジアムが大きくなって、うん、その後あのジャパンスポーツオリンピックスクエアっていう、うんまあ、その中に、まあ、日本オリンピック委員会も入ってるんですけどね、うんまあ、高いビルが建って、まあ、新しい日本青年館も別の場所に建っていると、うん、でこの神宮外苑の再開発の詳細っていうのが公表されたのが、うん、昨年の12月14日なんで、うんまあ、この審議会ではこの委員からですねこれはもうちょっとこの 1,000本近い伐採っていうのは表に出てなかったんだから丁寧に説明するべきじゃないかと今これだけ地球温暖化の対応っていうふうに言ってるんだったら緑増やすのが当然だろうと逆行してるように見えますよっていう批判的な指摘が出たんだけれどもこれは東京新聞によるとこの東京都側が何と言ったかというと新たに木をを植ええるるることでで緑は増ってていいう言方しんすねつまりその100年近い樹木を切ってですねそこにまた新しく植えれば。 見た目はその緑は増えますよって言ってるってな、のはこれはどう,どういう考え方だというふうにその上にあの一ウ並木だけ残してその、うん、2U のから入って左が、ええ、今テニスコートとかなんかあの辺にあるんだけどはい、はい、あそこに1 8 0ル級のビルが建つ、うん。そうううななんんです、うん、そうもうなんかこう 今までねなんでこのイチョウはこんなにまっすぐ天に向かって伸びてんだと思ってるとこだよね,、はい、そ,ねその脇に1 8 0ルのビル立っちゃったらさ、うん、まあどこに立つかはまだ詳しい場所までは知らんけどいやいやいやこれちょっとなとなんかみ,み,んなみんなここで休んでるとかね、うん、まあ仮にだよ車を止めていても。 まあ、その1 8 0ルのビルからね、うん、見下ろされながらね、はい、そこにいるんだなと、ね、全然違うよねと思ってで、まあ、思い出したいのはその東京オリンピックの時に、うん、持続可能性っていう言葉っていうのは本当にいろんなところで連呼されててですね、うんはい、この「東京2 0 2 0の持続可能性コンセプトっていうのがあるんですけどこれは。うん 「BetterTogether」Be Better というタイトルで、うんまあ、より未来より良い未来へ共に進もうって書いてあってそこにはですね今のことだけじゃなく将来の人々や地球の未来のことを考えて、うん、環境問題や人権問題の課題に取り組むことっていうふうに書いてあるんですね。で 新国立競技場ができた時にその新国立競技場がどういうふうに打たれてたかっていうと、うん、これは日本スポーツ振興センターの説明で今でも出てますけど「うん、神宮の森と調和する市民に開かれたスタジアム」っていうふうに書いてあって、うんうん、歴史的な緑を継承する神宮外苑内苑から高居へとつながる神宮の森エリア一帯の貴重な緑を未来に残すために100年後を見据えて大地に根ざす命の対処として 自然の周辺の自然と調和して市民にいらがれた森のスタジアムが誕生したっていうふうに書いたんですね、うん、これもうですよね、うん、これね歴史的な緑を継承する、ね、あるいは100年後を見据えるとかですね、うん、森のスタジアムっていうのは、はい、今あの,あの新国立競技場ね、えー、あのばかでっかいやつね、うん、いつも俺沸き取んなくちゃ高速乗れないんだけど。えー もう大きな階段できててね階段の上でものすごい立ちって今日は中で何やってんだろうと思うわけよ、うん、何にもやってない何何にもももややっっててなないいすよ今わけだよ、うん、それバカでっかいのができて、うん、これしかももうこコロナ今コロナじゃ終わってどうなるか知らんけど いやーもうこのバカでっかいのを毎日見ながら俺はこの脇き通るんだと思ってねたるる気持ちになってるけど、ね、でその先週行われた東京都の都市計画審議会の計画書っていうのが手元にあるんですけど、まあ、ここにはですねその地区計画の目標っていうふうに書かれてまして。 でまあ、今言ったように、うん、まあ木を切って再開発するわけですけど、うん、それなのにその計画によって何を作るかっていうと緑豊かな風格のある景観の創出であるとか、うん、風格ある景観を維持していくとかね、うん、豊かな緑と調和した憩いと安らぎの空間整備を図るっていうふうに書いたんですよ。これもう嘘ついてますよねだってね木を切り刻んで、うん、の再開発するわけですからでもそれを読んでいくと、うん、本音はどこにあるかっていうとこの箇所にあってですね えー、この国立競技場の建て替えを契機として、うん、地区内のスポーツ施設等の建て替えを促進し、うん、国内外から多くの人が訪れる世界的競技大会の可能開催が可能となるスポーツ拠点を創造すると、うん、であのこの辺りの再編整備を図ってスポーツ文化交流の魅力に富んだ世界に誇れる我が国のスポーツ拠点スポーツクラスターの形成を図るというふうに書いてあるわけですね。うん、つまり、まあ、スポーツ施設を あの整えてまたこの世界的競技大会の開催が可能となるっていうことをやりたいっていうふうに書いてあるんですけどまだこのスポーツと絡めた開発をやりたいのかってあのさっき大竹さんが国立競技場を通りかかると何もやってねえんだよということをおっしゃってましたけどこの国立競技場がまあ年間経費が24億円でこれどうやってあのペイするのかっていうのはずっと問題になってるし。 この東京オリンピック・パラリンピックのために新たに整備した6つの施設のうちにほとんどが年間収支赤字になるっていうことはこれはもう出てるわけですね。東京アクアスティーセンター、まあ、競泳の場所であるとかボート会場だとかカヌーだとかホッケーアーチェリーこれもう赤字が出てるわけですね。だからスポーツと絡めた都市開発っていうのはもう決してうまくいってるとは思えないんだけれどもまだそれを。 やろうとしているわけですよね。でそれが書類見ればわかるんだけれど、あの表面上は、うんうん、あの緑豊かにしますよっていうことを言うっていうのは、うんうん、かなりこうかけ離れた開発をまたやろうとしているなっていう感じですよね。誰が誰が儲かったかっていうと、やっぱり建てた人は儲かっただろうなっていう。 それはもう,そうも、うん、あそこらへん通るとすごくわかりますよね建てた人これだけセメント使ったら、えー、もう買ってんだろうなと、えー、ねえ、えー。それからここにできる施設、えー、そこに入,、うん、入る、えー、そのなんていうのここでもともとあれなんだよね建物タイプ神宮のなんかも土地か持ち物をそうですそうですだから 明治さっき言ったように明治神宮外苑のサイトには本当にその明治の時代から盛り抜いてきた土地なので非常にこうもちろん公共性も高いしそれ神宮もそれそこに建てていいですよって言っちゃってるってことなのもちろんこの開発にも入ってますからね。当然その だからそれはまあこれは変えるってことに関して賛同はしてるわけですけどだからなん,かなんかまあ立てて儲かりますせっていうことが表に出てるならま,あまだしもってまあ僕もそれは良くないと思うけれどでもそれさえ言わずにそのいやこれちゃんとまた警官守りますからとかあのこうやって自然と共生して持続可能性でやってきますんで国立競技場もそうでしたよねっていうふうにあると。 なんかどこをこう、うん、見たらいいのかっていうのが高さ制限取っ払って1<ー>8 0ルのビル建てて<ー>で、まあ、建てた人は儲かるなと思うし<ー>まあそこをなんか,なんかこう再開発の、ね、<ー>拠点にしていろんな、ね、<ー>あの業者がそこに入るだろうしと<ー>まあそういうのを想定すると<ー>やっぱなんかこうその言葉通り額面的には受け取れなくて。 まあちょっとどん,などんなふうにこの儲けが動いていくのかなみたいなことの方が真ん中に話の真ん中にあるような気になっちゃうよね。今の ジェントリフィケーションという言葉がよく言われていてそれは再開発をすることによってその周りの地価というのがどんどん上がってってくってそこで住んでた人商売してた人たちがそこで暮らせなくなってしまうというのはこれ別に東京だけじゃなくてあらゆる世界の都市で起きてることなんですけど僕もこの番組の話だと思いますけどまさにこの霞岡アパートが。 取り壊されて、まあ、別のトイヤパートにその住居の人たちが住んでる人たちが移されちゃってっていうのはまさにそのジェントリフィケーションの一つだと思うんですけど、まあ、今回も絶対そういう同じことっていうのが起きてくるわけですねあれだけ東京のど真ん中で高層ビルとカンと建ててそこにじゃあ入居できる人あのビジネスできる人って言ったらすごく限られてくるわけですからそれをあのど真ん中でやっておいてで緑豊かな街を作りますっていうのは ななかなかこう話がしかもこれかなり急ぎでねこれをこれだけ切りますっていう風に来てるんでだからなんかまあいつもその伝統を愛するとかですね日本の歴史を大切にとか明治の日本を取り戻そうとかっていう風に言ってるような方たちがなぜこれに対してあまり怒らないのだろうかっていうことは僕は非常に疑問なんですけどね。 さっきも話ししたけどあそこのの脇だれ桜ねもう俺何十年も見てるけど晴れがなくなっちゃうなと。ねえもういやしだれ桜もお年ですよもう結構なお年ですけど毎年ね咲くのがちょっと早いんだよ普通の桜よりね。大竹さんいつももう梅の話と桜の話ばっかりしますねのしだれ桜がどうなるかっていうのは分からないですけどただでも本当にその 風景はがらっと変わってしまうし、うんまあ、いろいろ書類を読むととにかく一応並木は残します一応、うん、並木ってそれこそ、うん、あれ観光スポットになってるからそ,、ね、それを残すことによって景観を保ちましたっていう言い方にしてるんだけれども、うんうん、でもあそこら辺のこう全体の雰囲気っていうのががらっと変わるわけですし、ねうん、イ並木だけ残したとしても、えー、さっきも言ったようにその左側に、うんまあ、もしかしたらあそこに180メートル級のビルが建ってもね、えーうん、でその中ってことだもんねそうですね。 そ,でその秩父,の父の宮ラグビー場と神宮球場場場所を入れ替えてまあそこにホテルを併設したりっていうような<ん>もうこうなんかパズルを組み替えるかのような大開発が進むのでだから大竹さんが国立であれ終わりなのかなって言ってたのは本当にあに長い見てみるとあれ始まりだったっていうことになっちゃいますよね,すね。しかもあの国立は<ん>前の国立はよかったんだよ。 そうなんですよでもだから取り壊す必要性はなくて、うん、きちっと耐震の基準もクリアしてたしああえたあるものを残すっていうのがそれこそ、まあ、オリンピック、うんうんうん の精神、うん、本来の精神であれば既存の施設をそのまま使いましょうっていうのがオリンピックのイズムだったんだけどもっ、うん、壊しちゃったわけですね俺なんかにしたらね前の国立競技を、ね、潰さないであってその後横に樹10齢100年の木があってねそれはもうさ大事だろうってみんな思うだろううん、うん、違うのかないやもっともっと皆さんにあの理由と説明が届いてほしいですよね。うんうん 大竹けし高こ力一緒の撮まとめましたね。<laughs> はい、まとめま、ね、した。はい、うん。した。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。うん